サフォーみんな大好き、東九条ですわ。今日は来たから東九条、九条、西九条っていうのはあるけど、なんか大阪の西九条と間違える。上出た方がおもろい。いつも行ってるから、なんか来たら、キャージもおるやん、あそこなんやな。この子おもろそうやな、向こう走れやな。向こうなんだ、一応行けんねん。ここどこになんねん。すごいな、なんか整備されてるけどされてないみたいな。先端の黄色のタイプもあります。綺麗な建物あんな、教会かな。教会、教会に来ないで、ダジャレになってないわ。これ、すきま祭りやで、すきま祭り。ちゃんと服を今入っとんねんな。面白いな。洛南省やって、洛南省。洛南はそこ住んだらってやつや。こっちは入っせん。下から行った方が多分スムーズだよ。あ、もうやめとこう。行ったら死ぬわ。東山橋から行こう。もうやめとこう。それ違いへんね。
外人多いな。何橋っていうのは九条北小橋、九条多分せいだよ、水あらへん、九条北小橋。こういこうねって感じだよ。フォローチュースマークよ。怪しい。うーん、あんぐらいあんぐらい。自転車、車走ってんの。車乗っかってんの。酒のステッカーはありません。捨ててんの。これはあるな。着替えができましたよ。腰痛なってきた。久しぶりに乗った。九条小道橋ありますわ。でも遠くから見たら最近建て替えたんか知らんけど、なんか綺麗になってんねんこれ。向こうの奥に見えるのが東山橋やな。あっち東山で、こっちは南区って感じか。こっち南区佐賀地やんな。東山多分不審やったな。不審と東山って右に町でしょ。東山やったはず。あの何やったか東福寺とかあんねんな。はい、それだけやけど、確かに結構人おんねん。朝顔咲いてるわ。朝顔これ、このカンカン置いたの動かしてませんよみたいな。そもそもな、車検のシール貼ったらいいんや。車検に消えとんけ。その3月やねんって感じ。いいパワー、低い。これ車検あるけど、なんか3月ってなってけど何年なんやろ。でも錆びてないし、持ってんじゃん。